ね。皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今週、まあ、最後の、株式市場がですね、終わりました。で、来週月曜日が休みですかね。だと、なんかこの前も連休あった気がするんですけど、オリンピックの開幕の時ですよね。なんで、連休続きになってしまいますが、まあ、この後、また夜ちょっと、経済指数の発表もあると思うんですが、まあ全般弱かったんですかね。日経平均はプラス91ですけど、マザーズもまあ一応プラスなんですね。両方プラスなんですけど、なんか平均したらまあ半々ぐらいですかね。上がってる銘柄、落ちてる銘柄半々ぐらいな気がしますけど、昨日結構下げたメディネットは一応プラス5で、まあ 6% ちょっとの上げですね。でもここからは、まあ、一番下の平均線75円のところに長期の平均線にぶつかるか、まあなんかこれに関してはその材料的なものを待ってるんで、心理的なのとかもあると思うんですよね。だからもう、マイナス10、ここからマイナス10して、70円まで落ちちゃったんで、もう窓の方が近いかなっていう10か、逆にここからプラス10上がるともう92円ですよね。そうするとまた3桁いけるんじゃないかっていう、まあ心理的な影響でいくと、ここから材料なしでですね、プラス10かマイナス10で結構その受け取り側の印象は違うんじゃないかなという感じはします。でまた東京機械は強いですね。高値一回落ちてきたんですけど、なんかこう揉み合ってますね。1100円でなんで東京機械が頑張ってるっていうことで、アジア開発見たら、アジア開発は出来高もないし無風っていう感じで、まあ、相変わらずグローバルウェイは強いですね。安く寄りついたんですけど高値まで上げてきましたっていうことで、そうですね、メディネットなんとかプラスで、最近取り上げていた、新バイオ、まあ、寄り付き自体は1350で寄り付いたんですけど、そのまま、ストップ安ということで、結構まだ売れ残りが100万株以上あって、PTS の方もマイナス110で、そこね、まだ切り返してる展開じゃないですね。一番安いのが1050なんですけど、まあほぼそこに近いところでまだ推移してますね。なんでなんか今日下げすぎたかなと思ってちょっと入ろうかなと思ったんですけど、やっぱ BTS じゃなくてストップ安ですね、張り付いてたんでなかなか入れずですね。このままだと月曜日、あ、火曜日ですかね、1000でここ、900円とか800円の窓が意識しちゃいたくなるような位置ですね。まあ、あと300円以上下なんですけど、まあ、2000円から一気に半値ですよね。で上髭つけて次大きな窓を開けて下げると、逆にその2営業日後ですかねとかはちょっと入りやすくなるかなって感じはしますけど、まあ決算的にもちろん下げるかなって感じはありましたけど、さすがに2日でね、半値までっていう下げ方もすごいですよね。2000円が1000円になってますからね。25% ずつですかね。で、50% 下げて半値って感じですよね。まあ、最後に、掲示板の方を見ていきたいと思います。新バイオはやはり、掲示板ランキング1位で、貯金ないのに信用買いする人が悪い。PTS で買ってみた、まあダメなら買い下がる。来週の日経はやばそう、オリンピック終わるし。
誰かここまで下がったり教えてくださいと、まあ、ここね最初の方の方であったように、下がるならちょっと買い下がろうかなみたいなこともあって、だから自分も今日そのストップ安で、まあ、PTS でさすがに2日で半値は安いかなと思って入りたいと思ってるんですが、まあ難しいですよね最近の傾向としてですね。この大きく下げてまあ3割戻しとかね半値戻しぐらいのは、まあ、定石としてあるかなと思ってるんですけど、最近結構ズルズルしてなんかそこで固めて3割ぐらい戻すみたいなそういうパターンが結構あるんですよね。なんで後出しじゃないですけどもうちょっと、下行って上がってからちょっと後から入って少し抜くぐらいの方が、895に窓あるじゃんと、普通はそこにあそこは埋める、火曜日に張り付くその下にも窓がある、700割れるかどうか、まあ、700そうですよ、1000円割れたらさすがに割安感というかね手出したくなると思いますけど、まあ難しいですね。今日もだからちょっと、ストップ安で買われて戻すかなとか PTS もそこまで弱くないかなと思ったんですけど、思いのほか売りの力ですかね強くてって考えると、まあ1000円割れもあるのかなという感じはしますが、まあとんでもなくね割安になればちょっとラッキーって思いますけど、まあ昔ですねこの売り上げではないですけど GNI もこうやって期待とかでね上がって上ヒゲの陰線つけてこうやって窓を開けてかなり暴落したことあったんですよ。の時もやはり後出しというかねちゃんと切り返してから入っても全然間に合ったので、あの PTS じゃなくて、ザラバン取引のチャートだけでも十分間に合ったので、まあ一回あのそろそろ上がるかなって張るんじゃなくて下ヒゲの日足とかですね、陽線確認してからでも間に合うんじゃないかなっていう感じがします。で次はですねメディネット22になってますね。新米は604万株の信用買い、ここは1800万株の信用買い、お互い黒字なわけないのにね、ここで結構儲けさせてもらったから1000株入れようかなありがとうの気持ちで、来週は100円台確定だろう。まあやっぱり一つのね目安というかね、やっぱ3桁乗せて、まあ、チャートとか勢い的にもっと上いけるかとかがあると思うんで、やはりさっきそのチャート見ながら言ったようにここからやっぱ10円下げるか10円上げて3桁になるかってやっぱ心理的な要素ですねが大きいかなと。だからここからは材料がなかったら本当期待だったりとかねそう心理的な買いで上がるか下がるかしかないんで、まあそれまではここの70円80円で行ったり来たりするか一段下か一段上かっていうところで、まあそうですねまずは決算かなみたいなのありますけど、まあ材料か決算そこまでは、ここから一段上に行くか下に行くかっていうところで、まあ来週ね、見ていきたいと思います。今週はですねこれで取引終わったんで、まあ、この後ね深夜の、為替とかですねとかニューヨークダウでまた来週、まあ、よほどね大きく崩れることなければ来週も、まあ、そんな強気ではないですね、弱気の相場が続くと思いますけど、また、期待して見ていきたいと思います。今回以上になります。ありがとうございました。